南口瀬戸駅は、岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRS06。岡山市東区瀬戸地区の中心駅である。ホーム端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。一番乗り場が上り本線、二番乗り場は、中線、三番乗り場が、 下り本線である。1.3番乗り場を主に使用する。2番乗り場は、岡山駅東駅間の区間列車の折り返しと、折り列車が特急の通過待ちを行う。駅舎は、単式の姫路方面行きホーム側にあり、島式の岡山方面行きホームへは、古戦橋で連絡している。古戦橋は一台目が九百十二年に設置され、九百六十年に、市中に、 トレール、手すりが木製の2台目となった。2011年3月に南口改札を結ぶ新たな古線橋、エレベーターを設置し、旧古線橋は撤去された。長らく管理駅であったが、現在は東岡山駅の非管理駅となっている。愛子コ利用可能駅。上東駅等の岡山エリアの愛子コ導入駅では、唯一開閉式の自動改札機を備える。 緑の窓口の廃止による緑の券売機プラス導入後もしばらくは改札案内の係員が常駐して直営駅としての営業を継続していたが2019年6月1日以降は友人駅扱いながら窓口は閉鎖され駅係員は事務室に常駐しインターホンで呼び出さないと表に出てこないようになっている瀬戸駅の駅係員は上等駅の巡回 サポートを行っている。駅スタンプは窓口閉鎖と同時期に撤去されている。2番乗り場から分け方面への発車も可能であるが、該当する旅客列車の設定はない。バス乗り場は駅前にある。宇野バスの下市、岡山駅方面の路線が発着する。ありがとうございます。